どうもー、チップでーす。今回はですね、これ気になる、カナダワーキングホリデーの費用を安く抑える方法としまして、海外旅行保険について紹介したいと思います。皆さん、海外旅行保険入らないといけないって思ってる方多いと思います。で、この海外旅行保険高いんですよね、本当に。保証期間が1年間っていう長い期間になるので、高くなるのは仕方がないかなって思うんですけども、25万円ぐらいかかります。で、安いのでも20万円弱かかっちゃうんですね。で、この費用がこう結構ネックになってくるんですけども、私は実はこの海外旅行保険入らずに来ました。じゃあどうしたのかっていうのを今日は紹介したいと思います。で、私がした方法なんですけども、私はクレジットカードの付帯保険を使うようにしました。で、どのクレジットカードかっていうと、セゾンブルーアメリカンエクスプレスっていう、これセゾンブルー、セゾンブルーアメリカンエキスプレスっていうクレジットカードを、カナダに来る前に作りました。で、なんでこのクレジットカードにしたかっていうと、そのクレジットカードに付帯されている海外旅行保険がもう本当に手厚かったんですよ。で、なんかいろいろクレジットカードに付帯されている海外旅行保険で調べてみたんですけども、このクレジットカードが一番入会費が安くて保証内容が充実しているものだったので、このカードにしました。で、このカード、入会費は、1年目は無料で、2年目から3300円かかります。それでも安いですよね。本当に手厚い内容なので、ちょっと詳しくこちらに説明しておきますね。で、実はですね、ちょっと紹介しておきたいことがありまして、楽天カード、皆さんお持ちじゃないですかね。私は楽天カード持ってたんですね。で、楽天カードの付帯の海外旅行保険で行けるかなって思ったんですけども、実はですね、最近2020年の10月にその付帯されてる海外旅行保険を有効にする条件っていうのが変わったみたいなんですよ。で、どう変わったかっていうと、以前はですね、楽天カードを使用して公共交通機関を利用すれば保険適用になる、つまり飛行機の予約で楽天カードを使えば保険適用になってたんですね。でもこれがちょっと変わりまして、現在はですね、海外旅行代金、募集型企画旅行の代金を楽天カードで支払わないと適用されないっていう風になったんですよ。なので旅行のパッケージとかを申し込むときに楽天カードで支払いを済ませれば保険適用になるんですけども、そうでない限りは、適用外になってしまうっていうところが注意してほしいところです。楽天カードすごい普及していて、たくさんの方持っていらっしゃるかと思うんですけども、この楽天カードを使って付帯の海外旅行保険を使おうって考えている方は注意してください。で、話を戻しますと、このアメリカンエキスプレスのカードを発行するにあたって、かかった費用っていうのは0円です。
まあ、年会費は、まあ、1年後にかかるんですけども、最初の費用は0円に抑えることができました。なので、まあ、もし海外旅行保険に入るってなると相場でだいたい25万円ぐらいかかるんですけども、私は、0円に抑えることができました。まあ、でもこれはあのクレジットカードの付帯の保険は3ヶ月までが有効なので、まあ、それ以降はカナダで、まあ、現地の保険に入る必要があります。なんですけども、カナダに来るワーキングホリデーの準備費用としては、まあ、0円に抑えることができます。まあ、あのワーキングホリデーなのでこっちに来て働いて、お金を貯めて、まあ、現地の保険料を支払うっていう形になるかなって思います。はい、以上が海外旅行保険に関して私がどのように費用を抑えたかっていうことを紹介させていただきました紹介させていただきました。海外旅行保険、本当に人によって、まあ、どれを選ぶかっていうのは変わってくると思うんですよね。こうやっぱり安心して1年間カナダで過ごしたいっていう方は日本の、その海外旅行保険に入られるのが一番だと思います。やっぱり困った時に日本語でサポートしてもらったりっていうことがあるので、あの心配だっていう方はそちらが確実かなと思います。ただ本当になるべく費用を抑えたいっていう方はあの私の方法を参考にしていただければと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。以上、チップでした。